1>, 1分、チーム3点目となるゴールを決める宮沢、7、5日、イコール桐山博太撮影。その足で、世界を再び驚かせた。サッカー女子 W 杯の決勝トーナメント1回戦で、なでしこジャパンの宮沢日向選手、23、が、日本人選手としては2011年ドイツ大会の差は誉れさんに並ぶ1大会最多の5ゴール目をマーク。ちょっと頭が追いつかない。 自分自身もここまで得点を取れるとは思わなかった、とはにかんだ。宮沢選手は81分、相手ディフェンスラインの背後に抜群の速さで走り込み、冷静に流し込んだ。2得点を挙げた1次リーグ最終戦のスペイン戦に続く2戦連続ゴールは相手の追撃ムードを振り払う追加点となった。幼稚園児の頃にサッカーを始めた宮沢選手。 小学生の時に衝撃を受けたのが、2011年の東日本大震災後に行われた W 杯ドイツ大会だ。沢山田なでしこジャパンの選手がゴールを決め、会場が一気に湧き立つ光景をテレビで見て、心を揺さぶられた。自分もあの舞台に立ちたい。夢が明確になった記憶が今も、はっきりと残っている。トレードマークのヘアバンドも、 11年 W 杯準決勝のスウェーデン戦でスーパーゴールを決めた川澄直美選手がピンクのヘアバンドをしていたのに影響を受け、付け始めたものだ。